better.いや、絶対嘘でしょ。え？ないと。9位だもん。びっくりしちゃうけどね。1000波ぐらいはいっててほしいな。でもはい、108までして7番目。でかい人。だけどとりあえずね、ちょっとやばそうなんで周りの様子を見ます。あれの出玉も見つつまさかまさかまさか、あれあ、いたスイカ声裏返った。ラモさんありがとう。当たったよ。130飯。こんなにびっくりしたの久々かもしれない。青いけど頑張る。よし、いや9個で頑張ります。おお頑張ろう。これすぐ倒しちゃったら意味ないやつ。まあいいや、弾を使わずしてなかったわ。まあね、あんまりいかないね。エクストラまあ7揃いからトキとかレイだったら行くけどね。ちょっとだけ安心。あ、当たったかも。ほら、やっぱ直撃だったね。これいいぞ。また緑。これはいい12ゲーム。実際は終わって1ゲーム目で引いてたよね。ここです。引いた。お願いします。やりますか。申し訳ない。スイカだったね。でもこれスイカ怪獣じゃない？ああ、びっくりした。さすがにチャンス目の言い訳ね。さすがにチャンス目の次のゲームでスイカ来ると思ってなかった。でもこれさ、スイカで直当たりいいんじゃないですか、この台。手がいかないだけで、それ以外は突然に戻りました。6個です。やだー、 50% したよ。お、そこで勝ちました。この 50% を外すと調子狂うって言おうと思ったら次で当たっちゃった。ああ、下段じゃない。ああ、無理だね。おお、そろった。SP はいかなかったけど、さあ11個で真剣勝負。あ、増えたかな？増えてない。11個です。1個で勝った。負けないよ。だった。嘘でしょ。ダメだよ、ダメだよ。眉毛が負けちゃダメ。してたんだけどね。あれ、乗ったわ、上手。どうせならね、1ゲーム後後に来てほしかったけど、9個です。いきます。うまい。高塚をお上手。3連発。いける。続いてるね。いきます。この声ダメじゃん。おお、0個だけど音が割った。ここで音が変わってくれるのはだいぶ嬉しい。安心した。あー、リプレイだからいくよ。ここまでか。あと3つだよ。よし踏ん張るね。でも残り1個はつらい。0個と変わんないってことだよ。いくぜ。はい、ダメだな。死んだもんかじゃないよ。でもね、9連しただけで十分プラスになってるしね。9セット1128枚で出玉は200枚ぐらいあったんで1300枚ぐらいかな。ちょっとプラスかな。このあとまた全国で当たってくれたらだいぶ楽。あー、違った。今か誰でしょう。初天飯、首が青ですよ。超えましたね、312。私過去に3000枚出して、3000枚全のまねして綺麗に負けたことがあるんで、ちょっとこの出玉とか余裕で負けますよね。あ、びっくりした。おっ、スイカからでももうすでに A かもう分かんない。あと2点入ったら色変わったせい。あ、赤いよ。当たった。6アベシ余った。700なぼだ。796。とまず。よかった。482ゲームまで行ってしまいましたけど、コインはまだ余ってます。フリーマガジンジャンバリ関東版が創刊されました。皆さんもご覧になっていただけましたか？ジャンバリ.tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報をこれからも発信していきます。ぜひお近くのホールでゲットしちゃってくださいね。